13騎兵防衛圏1周年生放送会場。なるほど、ここが会場か。興奮してきたな。待て肘山、まだ動くな。よし、イージスの軌道を確認。今回はなかなか珍しい4人が集まったな。1周年記念のケーキもあるらしいよ。食べたいね。なんだと、ケーキ？焼きそばパンではないのか。焼きそばパンください。君はそればかりだな。さあ、そろそろ始めよう。私は知りたい、そこにあるのはケーキなのか。隣の区域に移動するぞ。13騎兵防衛圏1周年記念生放送。今日のですね、お声をいただきまして、本当にありがとうございました。こんなに多くの賞をいただいております。すごい賞取ってんだもんね。すごいですよね。それがすごくて選出されたんだもんね。Category of Best Narrative The Last of Us Part 2。 13騎兵防衛圏愛好編。結構ね、野暮った歩き方してるんですよ。彼さあ、ここからからのヘイタッチ。いただきました。スタイリッシュ。いただきましたよ。そして止まるタクシー。よろしいんですか。僕はどれだけスタイリッシュに普段タクシーを止めているか。いいですか。まあ、あの大通りだとして、こうなってきた時に、僕が止める時はこうじゃないんですよ、大体。で、僕はこうやって止めます。ああ、ロート先輩。ロート先輩だ。ロートキュン。よし、一緒ですね。一緒なら怖くないです。確かに。どんなに。みんなでやれば。そうそう、みんなでやけどします。お願いします。せーの。タクシー。これは止まりますよ。絶対止まる。13騎兵防衛圏愛好編。リアクションでかいっすよね。なんだお前。おい、把握しろ。これですよ。だからせめて肘山くんと沖野くんがそういうちょっとラブい雰囲気になってたので、聞いてみたんですよ。なんか13騎兵防衛圏愛好編。みんなの肩を組んで。いいですね、いいですね、いいですよ。あ、すごい、こんな感じ。いいよ。誰くんの？いいよ。あ、はいはいはい。ということですね。ということで、得票数305、なっちゃんが入ってきました。南夏もです。ガチ度がある。確かに。誰くんの？誰だ？誰誰？お、389。ありがとうございます。得票数389、肘山貴俊。うわ嬉しい。うわありがとうございます。すごいですね。2位ですよ。2位。めっちゃ嬉しい。もうただ焼きそばパン持って大きいの追いかけてただけなんですけどね。まあまあでもね、みんな。まあまあまあ。まあそれはね、もうそういうことなんですね。いやもう安心して見てられるでしょ。本当ですよね。安心して、なんかもう見なくてもいいぐらいの勢い。ちょっと待って。投票数448、東雲涼子。それ見なさい。どういうこと。どういうことで。これ分かりましたよ。僕はね、つまり恥ずかしめられるみたいな話。すごいマニアックな感じしますね。確かにマニアック。ただ三浦くんの位置だけは嫌です。いや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 。でもなんか身を置いてちょっとこう。なんかね、順当派みたいな。順当ですね。はいはいはい、また来ました。投票数436、東雲涼子ということで。いやそうでしょうね。そりゃそうみたいなとこありますね。なんかいいですよね。しゃがみ方、しゃがんでこうね。ありがとう。あ、おお、戻った。投票数834。え、圧倒的。冬坂いおりちゃんです。こんなにチラリズムに乗せられやがって。いや乗せられますでしょ。急に増えました。400ぐらい増えてます。13騎兵防衛圏愛好編。お願いします。このシーンの肘山君を。じゃあ、うまい、うますぎる。ありがとうございます。
ネイティブ。いや、ネイティブではないです。すごい。やばいやばいやばい。すごい。Delicious. エロい。Delicious. いや、これすごいな。じゃあ、やりますね。おう、焼きそばパン。Yes. Oh, yes. I'm fine. Delicious. ありがとうございます。違うことの途中言ってませんか。For best performance. 十三騎兵防衛拳告知編。防衛拳のすべての要素を余さず収録した2冊の公式書籍が本日11月28日に同時発売されます。おお、今日なんですね。今日なんです。あ、すごい。おお。ストランド、こちらはですね、本作をセリフで読むための公式脚本集です。追走編、崩壊編における登場人物たちの全セリフ、全クラウドシンクのテキスト、2番の A2 タペストリーですね、こちらをセットにした13騎兵防衛拳公式保存記録&公式脚本集エビ天デラックスパックを発売中です。で今ですね、石井さんとキーホルダー、高品質な複製原画のキャラファイングラフが登場です、他にも騎兵召喚シーンを再現したアクリルスタンドキーホルダーや 80s ポップトレンドを抑えたボディに差し色でイメージカラーが入るパーカーです。綺麗、かっこいい、続いて胸元にワンポイントの尻尾がかわいい、かわいいカットソーです。背面にさりげなくロゴもあしらわれています。いいですね、着やすそう。続いてクールなブラックのボディにスタートの文字が光るカットソー、光るんだ、光りますよ。おお、いいですね。そしてそして続いてですね、十三騎兵防衛拳のマスクがシンプルなデザインで登場です。かっこいい。とっても使いやすく、ファンならにやりとする13の文字が特徴的です。最後にですね、 BJ の大カットタオルが登場です。かわいい。これタオルなんですか。タオルなんです。へー、欲しい。可愛くプリントされたおすまし感がとっても可愛いです。かわいい。しかも結構お安いですね。あ、そうですね、これだったらカバンにすぐ、確かに入りますよ、確かに、じゃあネンドロイド冬坂いおり、アート FXJ、南夏の &BJ、わ、かっこいい。じゃあ分の1スケールの PVC 塗装済み完成品、十三騎兵防衛拳南夏の、おお、はい、なっちゃんご用意させていただきました。なんかね、カメラさんが抜いてくださってますけど、4分の1スケールだとこっから見てもすっきり見えますね、最後までね、ですね。しかもすごい綺麗だ、出来がいい。なんかね、塗装されてない状態のなんか味ってあるよね。確かに、なんかおしゃれですね。ね、あとさ、こんだけ大きいとディティールもわかるからさ、あのふくらはぎを見てると、あ、やっぱり陸上部なんだなって。なんかいいですね、その見方。ちゃんと走り込んどるふくらはぎですよ。確かに。でも綺麗な足してますね。いいですよね。くるぶし、いい感じですよ。あ、ね、くるぶし。足。あ、くるぶし、ありがとうございます。三浦くんがドキドキしちゃう。わー、かわいい。かわいい。わー、BJ、好きだ。こちらですね、本作の世界観を象徴するモチーフを随所に織り込みながらも、洗面ポケットにぴったり収まる焼きそばパンポーチの遊び心あふれるサプライズなど、福山さんに持っていただいてるんですが、はい、こちらパッケージですね。こちら開けますと、はい、時計でございます。はい、わー、高級感もあるんですけど、メタリックで先ほどのこれが噂の焼きそばパン、焼きそばパンポーチ、焼きそばなんじゃよ。袋店において十三騎兵防衛拳とのコラボレーションが開催中です。コラボ第1弾の限定商品に加えて、新規カフェ限定イラストを使用したグッズや、各キャラの騎兵起動ポーズをシルエットデザインを採用した日常使いできるアイテムが多数登場しております。コラボメニューは1周年を記念したファーストアニバーサリーオムレツや、あ、オムライスや、網口と竹宮の、ここでいつも間違えちゃうんですよ私、ヘイシーヘイシーね、本物を言っちゃいそうになっちゃうんですけど、ヘイシーアップルパンケーキ、そしてチコクチコクサンドイッチなど魅力的なメニューが満載です。
美味しそう、濃い、アトラスバニラウェア、デザイン完全監修のモニター、ヘッドフォンとヘッドフォンスタジオがスタンドが登場です。うん、すごい。かっこいいな。かっこいいですね。こ, いいすねこれヘッドフォンスタンドはあのアクリル製らしいです。へえ。わ、なんかどのインテリアにも合いそうな感じが。いいそうなんですよ ね, すね。ちゃんとこうなどなどバラエティに富んだ商品展開を予定しております。実はですね、皆さんの後ろにある棚に商品を飾っております。はい、こちらね、アートの、ね、やつもね、キャンパスのやつもありますね。ありますね。あ、うわ、かわいい、キャンパス。すげえ。うわ、ね、え、そして先ほどの重厚な、ね、本 の, あのパッケージもね、ありますよね。あ、ほんとだ、ほんとだ。へえ、あ、マグカップもありますね。いろいろ出ますよ。ぬいぐるみたちも。ぬいぐるみかわいい。すごい。なんか嬉しい、沖野くんもいます。ほんとだ、13人だけじゃない。いないんですけど、いますね、嬉しい。肘山の隣にいますね。いますね。並べたいですね、ちゃんとね。確かに並べてほしいですね。いや、はい、For best score in music. ありがとうございました。